終わって8位です。さあフランスのモニオット・ラバンシー、歓声が上がりました。日本でも非常に人気がありますソフィー・モニオット、パスカル・ラバンシー。第1採点の第1課題のゴールデンワルツでは10位でした。アルベールビルオリンピック9位、リレハンメルオリンピックは5位、3回目のオリンピックです。3年前の95年の秋に女性のモニオットが足首を骨折しました。まあ、その後日本の NHK 杯で復活を遂げたんですが、その後も今一つ本来の滑りというのを、あっと珍しいですね、珍しくつまずきました。本来の滑りというのを取り戻せないままに来ていると、まあ、言おうとしたんですが、まあパターンは全部滑り切ってますので、はい、まあ、影響はないんですけれども、まあ、それにしても珍しいですよね。はい、で全体に滑ってる時に男性と女性 の、 その滑ってるエッジの感覚がやはり広がったり縮まったり多少してるんですね。はい、でターンをした後男性の位置と女性の位置がファッて広がってしまって、もう一回それをホールドで直したりとかですね、そういうようなところがね何か所かあるんですね。はい、それは以前のこの2人からは見られなかった点ですか。そうですね、やはり以前 の、 この2人ですとそれがもっと正確だったっていうふうに思いますね。ここなんかもやはり多少離れるんですね。そうですね、向こうのフェンスの長野という字がよく見えましたもんね。ちょっとねそういう意味ではエッジの甘さっていうのがねちょっと目立った状態だったですね。はい、テクニックです。はい、雰囲気は非常に良かったと思うんですけれども、はい、5点台は出ましたが、まあ、今一つ点が伸びてるとは言えません。タイミング&エクスプレッション、こちらはチェコが2位をつけましたが4位が5人、9人が終わって4位です。